その他の資料作成上の注意事項。次に、役員名簿の作成です。役員名簿は、登記事項証明書に登記されている役員全員を記載してください。1、氏名、かっこ、かな、かっことじは、半角カタカナで、姓名の間は半角スペース。2、氏名、かっこ漢字、かっことじは、通常通りで入力。姓名の間は全角スペース。3、生年月日は、和暦でプルダウン選択から入力。4、会社名は申請会社名を入力してください。社外取締役の場合でも、登記上は申請会社の取締役ですので注意してください。5、役職名も登記上の役職を入力してください。常務取締役などの記載はせず、登記上の取締役と入力してください。見積依頼は必ず3社以上に依頼をします。参考様式を利用すると良いでしょう。ここで大切なことは、1、有効期限を短くしないこと。発行後6ヶ月程度としてください。2、支払い条件を明確にすることです。通信開通確認後、一括支払いとしてください。昨年度の事例として、事業開始前、いわゆる交付決定前に見積書の有効期限切れのケース、設置工事終了前や7日間のデータ取得前に支払いを済ませたケース等々があり、いずれも再度見積書の提出、再度振込と返金処理に追加作業が必要となりました。お互いきちんと理解していれば回避できた事例だと思われます。十分注意してください。見積書はメーカーであったり問屋が作成します。見積依頼書に基づき作成します。ここで大切なことは、発注される側も補助金申請の仕組みを理解することです。見積依頼書同様、有効期限、支払い方法には気を配らなければなりません。有効期限、見積書発行から6ヶ月後程度。支払い条件、通信開通確認後一括支払い。振込手数料は見積依頼者負担である旨明記してください。最終的に混乱が避けられますので、発注側も受注側もご協力をお願いします。次は機器設置予定先一覧の作成です。 Excel ファイルで作成し、 PDF 形式で提出していただきます。注意すべき点は、 1、 申請件数、いわゆる設置予定件数が申請書と同数であること。 2、 通信機器のタイプにより直結機器なのか2メーター機器なのかを明確にしてください。2メーター時のポイントは、住所が同じもしくは隣接していることだと思いますので、こちらも注意してください。 3、 新築の場合は丸を入力してください。